です。田中浩二です。お願いします。久しぶりの登場。あ、どうも。どうも。どうも、その、その説は。どうも、その説はどうも。今回、12月、600午前ツアー。ああ、やったね。もう。ね、九州行って。もうほんまに熊本では馬刺しも食べられへんって、うん、もらったパンを車内で俺はかじってましたけどね。あ、詳しくはね、この辺見ていただいて、伊勢リストに入って、はいはい、僕はいっぱい食べてたけど、僕はいっぱいパン食べましたね。それで今回ここ地元の尼崎なんですけど、うん、ここにその時にお世話になったミュージシャンの人たちを、はい、今日できるだけたくさん呼びました。そうですね。ね、でいろんな人に声かけて今日3人来てくれたんですけど、うんうん、そう、そのミュージシャンの人たちに、うん、今日はドッキリをしようかなと。まあ、この動画内でも、この動画内っていうか動画内でも言ったんですけど、うん、まあ、俺もしかしたら手術せなあかんかもしれんってことで、ドクターストップがね、ちょっとお酒の方とかかかってて、うんうん、でこれちょっともう今飲んでる途中なんですけど、あららららららら、これあのビールじゃなくてノンアルです。そうですね、もちろんもちろん、オールオールフジの、これを、まあ今ちゃんと多分騙せてると思うけど、誰も気づいてないと思うけど、うんうん、これをビールですって今飲んでて、はいはい、でお客さんが全ハケしたら、うん、全員おらんくなったら、うん、ちょっと体調悪くなったっつって言って、そしたらみんなどんな反応するんやろと思って、で事前にするんですみたいな話はね、最後の打ち上げの席で言ってるから、だから飲みますよみたいなことを言うとみんな引いてたけど、うんうん、これちゃんと飲まれやから、またまた田中さんみたいなね、うちの空気になってたもんね。そうそうそう、うん、でちょうどいいところで、ケング君がこのドッキリっていう紙をね、うんうん、持っていくんやけど、うん、どんな感じになるか、どんな反応してくれるか、いきましょう。ひたすらにカメラが回ってるだけなんで、地元の方ですか。あ、そうですよ、田中さん、あれ、あれ、何、なんかあれだ、緊張してるあ、ドクターストップ。ルーファーワールドって結構他に近いですよね。あれはちょっと好きなジャンルでも特殊な、ルーファーだけ特殊な、ね、身体的な問題。あの、ちょっと色々と問題があります。ちょっと、あの、ちょっと手術したらなんかわからない。何が、ビール怖いわ、もうこの、いやいやいや、今日はありがとうございました。どうした、向こう持ってきたんじゃない。マジ？うん。カレー向こう持ってた。じゃないです。やばい、今日飲んじゃったな。やっぱ酒 NG。酒も絶対 NG。なんかあの奥歯じゃないわ。あ、そうそう、親知らず。親知らず絶対無理だな。やっぱもう体調的にあんまり良くないから、ね。絶対体調崩さない。普通に飲みました。ちょっと今調子悪いもんね。ああ。隣の。ちょっと調子悪いわ。え？飲んだあかんかな。だから言ったやん。禁酒すな。絶対あかんって言われてたな。絶対あかんね。ずっと回っとる。でもスタンバって止まらない。もうやばい。ちょっとケングマジでやばいもん。マジっすか。本当に。倒れる。そんなにすか。そんなに。やばい。体調は絶対崩さないように。それめちゃめちゃ赤いですね。あ、やばい、ちょっとすっげーしんどくなってきたもん。どうせ帰るんですか。帰り、やばい、すぐあるかな、救急車呼んでもらおうかな。マジでそれ配信するんですか。え、配信する救急車に運ばれた。救急車に運ばれた。そんなレベルガチですか。いや、マジでやばい、この前なぜそろ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 、うん、いや、救急車のマジで救急車を頼もうかなと思うんだけど、そうだ、うん、いいよ、そう、まあ、あれじゃないか、来ないよ、てってれーもう叩き回しあったんだ。マジ最悪だ。ムカつくわ。あの、皆さん一ついい、ちょっとネタ話すると、最初乾杯した、はい、あのビールノンアルやから。そこからでも一つちょっと誤算があって、ゲフグのお客さんがおビールのビールって言ってマジでビール、それがマジで、しかもまあまあ次どんどん次取って、これマジで倒れるじゃんと思って、あ、めっちゃ心配したのに、絶対もう対バンせんわ。ちょっとサムネ取っていい。
ってムカつくな。